私は今羽田空港に来ております。今回も ANA に乗って旅行することになっております。今回乗りますのが ANA の那覇行きですね。ただこちらの画面を見てください。ほとんどこの時間は欠航になっておりまして、 C と D のゲートのところ保安検査はもう閉まっております。今こちら側で使われているのがダイヤモンドメンバーの人しか使うことができない保安検査のところです。 AB だけが今稼働しております。上から見るとこんな感じですね。 CD はほぼ人がいません。 AB の方もこれだけしか人がいませんでした。私はダイヤモンドのメンバーになっておりますので、こちらの ANA スイートチェックインから入ることができるようになっております。 C と D の方はもう完全に閉まってますので、このダイヤモンドの方用のこの通路みたいなのが作られておりました。それではこちらのスイートチェックインでチェックインをしていきます。そしてこの時はですね、スイートチェックイン抜けて2階にプレミアムクラスとかプラチナ、スーパーフライヤーズの方が使えるラウンジがあるんですけど、そこが閉まってましたね。このもう1個で3階がダイヤモンドの人が使えるスイートラウンジなんですが、2階にあるラウンジはここが閉まってて、北側こちらにあるラウンジを使ってくださいとなっておりました。3階にありますスイートラウンジからの景色ですね。朝ですので朝日も綺麗に見ることができております。こちらの飛行機を見ていただきたいんですが、787ではあるんですが、友達とアルファベットで書いてまして、これ国際専用の機材だそうです。多分777とかで飛ばしてた路線を今この燃費のいい787の国際線用のを使ってるっていう風になってましたね。そしてチケットはこちらです。46の K という席を取ってあります。時間になりましたので飛行機に乗っていきます。私が乗った飛行機も787だったんですけども、ここのプレミアムクラスは普通の国内用のプレミアムクラスの席になっておりました。今回は久しぶりに後ろの席、もうほぼ一番後ろに近いですね、46の K、その後ろ47っていうのが一番後ろになりますので、その一つ前の席取っております。今これシートを写してるんですけども、46の K から一つ前に移ってます。45の K になってます。と言いますのも、本当に人が少なくて、46のところを取った理由はあるんですけども、45でいいやっていう風になったので、 CA さんにお願いして一つ前の席に移らせていただいております。その方が隣とかね、いない時であればゆったり使えますので、3列使った方がいいというのでこちらにさせていただきました。そして今回の機材が787ですね。787の時はもう787ってしか書いてないですよね。他のやつだと777であればダッシュ200とか300ってあるんですけど、787は787ってしか書いていなくて、今回乗ったのは787の9ってなってました。滑走路に向かって今進んでいるところなんですけれども、この飛行機ですね、ちょっと見ていただきたいです。エンジンがですねカバーされてるんですよ。ほぼ使わない機体になってしまってます。今は、ね、欠航かなり多いので使わない機体ってのがいっぱいあるんですよね。ですので使わないって決めた機体にはあのようにエンジンにカバーして置いてあります。これ何機かありました。そしてここは、まあ、ANA だけではなく JAL も機体を置いているところになっております。このご時世ですので、そういう機体がいっぱい空港には置いてあるみたいです。
それでは離陸いたします。では無事に羽田空港離陸いたしました。西側に向かうときは羽田空港がもう一度見れるルートになるので結構いいですよね。この手前のところから離陸しまして、真ん中くらいにありますちょっと白いのが並んでるところが先ほどエンジンカバーされている飛行機が置いてあったところですね。滑走路もですね、多分この時飛行機いないんですよね。以前であればこの時でもガンガン離陸着陸してるはずなんですけど、今飛行機が多分一機も滑走路にない。こんなことは前はなかったですもんね。それでは飛行機安定飛行に入りまして、まだここは静岡ですね。富士山が綺麗に見えております。先週、この前の週ですね、仙台からセントレアに飛んだんですけども、その時は富士山に雪なかったんですけど、この1週間で結構雪が積もったようです。やっぱり富士山は雪がないとなんか富士山っぽくないっていうイメージがあります。それでは沖縄にもう着いております。ここが多分本島で一番細くなっているところですね。恩納村のところだと思います。那覇空港に間もなく着陸です。この日は気流の乱れなどもなくスムーズな着陸になっております。ゲートに着くんですけれども、こちらの飛行機、これ787なんですけど、先ほど羽田で見た787でしたっていうのも、友達っていうのが書いてあるんですよね。ですのでもう一つ早い便に乗っていればこの国際線の機材に乗れたんですよ。そしてこの機材のプレミアムクラスってなると国際線なんで、国際線のビジネスクラスのシートに乗れたってことなんですよね。なのでもう一個早いのにしておけばよかったなって思います。でもそれでももともと予約していた飛行機が欠航になって今回乗った飛行機になってるんですよね。なのでもっとちゃんと調べれば先ほどの国際線用の飛行機っていうのもちゃんと調べられて乗れたと思うんですけどね。まあ残念です。空港出てきまして、一応チェックインカウンターとか見てみようかなと思ったんですけど、
ほとんど人いなかったですね。 JAL の方も人がいないです。職員さんの方が多いんじゃないかっていうくらいの人数になっておりました。出発便のタイムテーブルもありましたので見に来ました。欠航がやはり目立ちますね。あとはこの沖縄周りの島は飛行機飛ばないといけないんで、それはあまり欠航ないではないと思うんですけど、あとは下の方にありますピーチの札幌便、これが残ってくれてるのが嬉しいですね。もう ANA では復活させないんじゃないですかね。もうピーチにそこは任せちゃう感じになるんだと思います。なのでもうピーチはそこ欠航しないで、 ANA の方だけも欠航にしてるんだと思うんですよね。それではモノレールに乗ろうかと思うんですが、こんなに綺麗に晴れた沖縄に子供の声がしないですね。いつもここは子供たちがもうかなり楽しそうな声を出しながら走り回っているエリアなんですが、子供の声がしない沖縄、寂しいですね。以上で羽田那覇搭乗レビュー終了いたします。ご視聴ありがとうございました。この日はなんとチャイナエアラインが飛んでました。